久保さん、ジャマネット、すごいですね。さすがですね。まあ、さっきね、ちょっとあの全部の,あのしあ買ってくれた人のデータ見てたんですよ。そしたら、なんかね、1年ぶりに買ってくれてる人が出てい,い,いまして、1年ぶりですね。1年間、去年何も買ってないんだけど、1年ぶりにあのまた買ってくれましたね。うん。それ1年ぶり以外も半年ぶりとかな、何ヶ月ぶりとかありましたね。で、プラス、 プラスね、あの、今回の新商品って、あの、年末に企画でちょっとある特定の人にプレゼントしてるんですよ。うん。だけど、そのプレゼントを受け取った人は有料で買ってるっていうね。そう、後払いみたいな。いろいろ面白かったです、データ的には。うん。まあ、ジャパネットもそうなんですけど、ずっとやっぱね、販売し続けるってことは大事ですね。 販売で,で販売し続ける。プラス、販売できるようにしとくってことですね。常に情報発信して無料で提供してる。僕もう毎日無料動画提供してますから、毎日フリーを提供する。で、フリーを毎日提供してるからこそ、毎日売れると。これが無料、無料動画0本で毎月セールスしてたら、僕も持たないですね。なんで僕は毎月セールスしても持つのかっていうと、毎,毎日フフ無料提供してるからなんですよ。まあ、それに尽きますね。 うん、だから毎日無料を提供して毎月毎日無料を提供して毎月売るってことですねだから割合的には無料の方が多いわけですからなんとかなるわけですよでもこれが有料が多かったらきついですねでもジャ,パネットのジャパネットのすごいところって有料商品を売ってるんだけど有料商品がカタログ有料商品がコンテンツになってるんですよねだからやっぱジャパネットは強いですねうんだからあの 僕は最近は見てないですけどジャパネット高田社長のあのプレゼンが面白くて有料の商品を売っているプレゼンが面白くてそれがコンテンツになってたっていうね何なんですかねい <laughs> ってらっしゃい